2022年1月2日、新年礼拝を始めましょう。招きの言葉、詩編23編。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。開会の祈りを捧げます。主なる神様、あなたに守られて新しい年を迎えることができ、心から感謝します。使徒19-22、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったとありますが、私たちがいつも願っていることは、あなたのお言葉がこの地の日本語を話す人々の間にも、驚くほど広まり、ますます力強くなっていくことです。御言葉の広まりを妨げているものを打ち壊し、その力を弱めているものを取り除いてください。あなたを信じる人、あなたに立ち返る人、またあなたに信頼して歩む人々を多く起こしてください。ヨンナック長老教会と日本語礼拝を祝福し、導き、力づけてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。Thank you.
信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。歩んできた道のりも
天の父なる神様、この時間アメリカのために祈ります。世界でも大きな影響力のある国として立ててくださったこの国を主が憐れんでくださいますように。長い間御言葉に気づいて信仰を守ってきたアメリカは神様から離れ、少しずつ霊的暗闇が深くなってきています。教会とクリスチャンたちに霊的覚醒と悔い改めを与え、崩れた礼拝が回復するように導いてください。福音の本質と聖書的価値観を回復し、神様の愛を表すことで、世の中で神様が神様であることを伝える良き影響力を与える国になりますように。バイデン大統領と各層のリーダーたちに知恵と霊的分別力を与えてください。政治と経済、社会全般に関わる多くの問題の中で神様の御心を求めることで、この国が行くべき方向を知らせてください。人工妊娠中絶とジェンダーアイデンティティに関する問題、銃規制、人種差別など多くの社会的問題により葛藤と苦しみは絶えることなく続いています。主が憐れんでこの地を癒してくださいますように。福音を聞く機会さえない未伝道種族から多くの人々が移住し、毎年この地に定着していますが、彼らが福音を聞き救いが成し遂げられ、信仰の証人として立て上げられるように祈ります。長いパンデミックにより経済は不安定になり、人々は霊的、心理的に停滞している状態です。医療体系は揺るがされ、貧しく障害された人々の人生は大きな難しさの中にあります。このすべての状況の中でも神様の主権と統治を認め祈ります。人の知識と科学の発展によってもコントロールできない自然災害と病気の前に、神様お一人だけが完全な知恵を持っておられ、歴史の主権者、万物の創造主であることを告白させてください。変異ウイルスにより再び全世界が脅かされています。低開発国家にも国家的にワクチンの供給がなされ、一日でも早いパンデミックの収束を心よりお祈りいたします。共存することだけが生きる道でありますが、国と国、個人と個人がつながれ、互いに安全を脅かすパンデミックの時代を霊的にも御言葉と祈りにより乗り越えることができるし、主の御業でリバイバルと回復を経験することができますように。希望がなくなりゆくこの地が、ただ唯一の神様によって癒されるように、聖霊様が働いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。恵み深い天の父なる神様、2022年度の最初の礼拝を与えてくださって感謝します。この年も世界がどのようになるか案じられるような事柄がいくつもある現状ではありますが、先のことは分かりませんけれど、どんな中にもどんな時にも神様は変わりないお力とお恵みを持って、信じる者を顧みてくださることを覚えて感謝します。どうぞこの年も
お一人一人を守ってください。助け導いてください。私たちの信仰を強め、願わくは私たちの健康と生活をも守ってください。四泣き教会を祝福し、神様を愛するすべての教会を祝福してください。今日語られる御言葉にも聖霊様が働いて、御言葉の光と命が新しく私たちの心に豊かに注がれますように、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。詩編23編1節から6節まで。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。詩編23編ほど愛されている詩編はないでしょう。6節しかない短い詩編です。ヘブライ語ではわずか50の単語、英語でも113、日本語では247文字で書き表すことができます。で、最初の1節2節を暗記している人は多いと思いますが、6節全部を暗記してもう何も見なくても唱えることができるようになりたいと思います。今日は1節だけを取り上げます。他の部分は数回に分けて別の機会にお話しする予定でいます。ヘブライ語では神様はエル、あるいはエロヒムで表されます。で、それには力あるものという意味がありまして、神様の全能が強調されています。このエルと組み合わさってエルシャダイ、全能の神、あるいはエルギブホー、力ある神、エルエリオン、高く上げられた神などという神様のお名前があります。神様はそのように呼ばれるのです。エロヒムは創世記一章の世界の創造の時に使われている神様のお名前です。これらは神様がこの世界と、また私たち人間の作り主である。そして世界や人間をはるかに超えたお方であることを表しています。聖書ではエルの他に、学者たちがヤーウェと発音します神様の固有のお名前があります。ユダヤの人たちはこの神様のお名前を直接口にするのは恐れ多いと考えまして、アドナイ、我が主と読み替えました。で、このお名前が出てくるところは一般の主と区別するために英語では
LORD、全部大文字で書き表します。日本語では新改訳聖書が太文字でプリントしています。 L という神様のお名前が神様が人間を超えたお方であることを表すのに比べまして、アドナイの方は神様が人間との関わりを持たれるお方であることを表しています。アドナイはもともとはあってあるものという意味なんですけれども、それは主が人のためにいてくださる、人と共にいてくださるということを言っています。アドナイと他の言葉が組み合わさって、例えばアドナイエレ、備えたもう主、アドナイラファ、癒したもう主、アドナイムカデシュ、性別する主、アドナイシャローム、平和なる主、こういうお名前が使われています。アドナイエロヒム、神である主というのも創世記の2章によく出てまいります。アドナイサボート、これは万軍の主ですね、よく使われます。人と深く関わってくださるアドナイの神様が天と地のすべてを作り治めておられるお方であるということを言っているわけです。神様のお名前はそれぞれ神様のご性質を表しています。数多くの神様のお名前を知ることによって神様がどのようなお方なのかをより豊かに知り、さらに神様を賛美することができるようになります。特にアドナイと組み合わさっている神様のお名前は神様が私たちにとってどのようなお方なのか、それを教えてくれます。それによってより神様を崇め、神様に感謝することができるようになります。この年も神様のお名前をさらに知り学びたいと思います。今日年の初めに新しく覚えたい神様のお名前があります。それが詩編23の1のアドナイロイです。主は私の羊飼い、これはヘブライ語でアドナイロイと言います。羊飼いである主という意味ですね。これはそれ自体が神様のお名前なんです。この部分は主は私の羊飼いですというステートメントであるとともに、羊飼いである主よと神様に呼びかけている、そういうふうに取ることができます。いずれにせよ神様が羊飼いと呼ばれているんですが、これにはどういう意味があるのでしょうか。昨年クリスマスのメッセージで御使いが羊飼いたちに現れ救い主誕生の知らせを告げたということを話しました。でその時私は当時羊飼いというのは卑しい職業とされていたと言いました。それはダビデの時代でも同じでした。その家の羊を飼うのはその家の最年少の子供の仕事だったのです。ダビデはエッサイの8番目の子で、羊を飼う仕事は兄たちによってダビデに押し付けられていたのです。ダビデは詩編23編で神様を羊飼いと呼んでいますが、それはその時の体験から来ていると思われます。羊は自分の身を守るものを何も持たない弱い動物です。迷いやすく決して賢くはありません。羊飼いなしには生きていけない、そんな動物です。ですから羊飼いは羊の一匹一匹に目を留め、見守り、羊と一緒に野宿するなど、いつも羊と一緒にいなければその務めを果たすことができないのです。羊を狙う野獣と羊飼いは戦わなくてはなりません。ダビデは神様と人間との関係もまた同じなんだということを知りました。人は神なしには生きてはいけないのです。そして意図高い神がそんな人間のために身を低くして
羊飼いのようになって人と共にいてくださる。人を養い、守り、導いてくださる。そのことを知って神様をアドナイロイ、羊飼いなる主と呼んだのです。旧約でアドナイと記されているところは、新約ではほとんどがイエス・キリストを指すものとして引用されています。アドナイ、私たちのただ中に私たちと共にいてくださる神。それはまさに人となられた子なる神、イエス・キリストです。イエス様はご自分をアドナイと呼んでおられます。ヨハネの4:26-8:58です。日本語の訳では分かりにくいんですけれども、元の言葉になるとそれがはっきりと分かります。そして、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ヨハネの10:11で、私こそアドナイロイ、羊飼いなるアドナイであると語っておられます。しかも、イエス様は良い羊飼いであると言われました。これは、旧約で予言されていたことの成就を告げています。旧約の時代、イスラエルの指導者たちは牧者と呼ばれましたが、決して良い牧者ではなかったのです。神様のお心に倣い、ひりくだって人々を導かなければならなかったのに、自分たちの利益になる政治をするだけで、羊である民衆を食い物にしていたのです。神様はこの悪い牧者たちにこう言っておられます。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り戻し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。エゼキエル 34:8-10 です。そしてこう約束されました。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。同じくエゼキエルの 34:23 です。イエス・キリストはこの神が約束された良い牧者です。羊飼いがへりくだった仕事であるように、良い牧者であるイエス・キリストも神の御子であるのに、へりくだって人に仕えてくださいました。イエス様は言われました。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。マルコ10:45。イエス様は本当に羊のために命を捨ててくださった良い牧者、アドナイロイなのです。イエス・キリストを信じる者は、この誠の牧者のもとに、その牧場で守られ、養われ、導かれます。このお方以上の良い羊飼いは世にありません。その牧場以上に安全な場所はありません。ですから私たちは、詩編23篇を読むときに、羊飼いであるイエス様、私は乏しいことがありませんと、イエス・キリストへの信仰を言い表し、イエス・キリストを褒めたたえるのです。私は乏しいことがありません。これはイエス・キリストを信じる信仰が与えてくれる大きな恵みです。聖書は、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。テモテ第1:6-6。
と教えています。毎日の生活で不満ばかり持っている人と小さなことでも感謝している人とではどちらが幸いか言うまでもないことです。けれども人の心は一体何によって満たされるのでしょうか。もし物によって満たそうとするなら誰も願ったものが全て手に入るわけではありませんから、もういつも不満を感じるようになるでしょう。たとえ欲しいものを手に入れても人の心は物では満たされませんから、満たされない心をまた満たそうとして物を求める、そしてまた失望する、そういう悪循環に陥ります。また人の関心や注目を求めてそれによって心を満たそうとしても、いつも他の人が振り向いてくれるとは限りません。多くの人は自分に関心を持ってもらいたくって人をコントロールしようとします。でもそれによってかえって人からコントロールされるようになります。心の不満度を紅度と言うんだそうです。子供が言う通りにしてくれない、こんなに大変なのに誰も私を助けてくれないなどと、何々してくれないという言葉が多くなると紅度が高くなる、そして心が紅に真っ赤に染まっていくんだというのです。私たちは何が私たちを本当に満たしてくれるのか、それを知る必要があります。詩編23編はどう言っているでしょうか。羊には牧草が、水が必要です。しかし詩編23編は牧草や水が羊を満たしているとは言っていません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます、そう言って牧草を与え水を与えてくださるのは主である、私たちを満たしてくださるのは羊飼いである主なのだと言っています。主は私の羊飼いだから、私は乏しいことがないのです。4節5節で、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私の敵の前で、そんな言葉がありますように、私たちの人生の日々はいつも緑の牧場、憩いの水のほとりにいるようなものとは限りません。難しい問題に直面して途方に暮れたり、不安に襲われたり、思わぬ苦しみにあったりすることもあります。この詩編を歌ったダビデの生涯は、若い日にはサウル王に命を付け狙われました、壮年期には外国の侵略に手を焼きました、晩年になってからは息子からクーデターを起こされ、まさに死の影の谷を歩くような、敵に取り囲まれるような日々でした。しかしダビデは、私は乏しいことがありますと言っています。ダビデは自分を取り囲むどんな状況の中にも、主が共におられることを知り、認め、この主が私を守ってくださる、満たしてくださると信じたのです。先ほど私は、私たちは、何が私たちを本当に満たしてくれるのかを知る必要がありますと言いましたけれど、何ではなく誰と言った方が良いでしょう。誰が私たちを満たしてくださるのか、それを知ってください。使徒パウロは言います。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。ピリピ4の11と12。そして、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。ピリピ4の13です。
どんな境遇にあっても満ち足れる。その秘訣は、私を強くしてくださる方、イエス・キリストご自身だというのです。パウロは、自分ではできません。けれども、私と共におられるイエス・キリストがそれをさせてくださいます。私を満たしてくださいます。そう言っているのです。どんな境遇の中でも、私は乏しいことがありませんと言って、感謝しながら歩むことができる、その秘訣、それはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストへの信仰であり、信頼です。イエス・キリスト、アドナイロイ、羊飼いなる主として人生にお迎えすること、それが満たされた人生を歩む秘訣なのです。主は私の羊飼い、だから私は乏しいことがないのです。イエス・キリストが私を満たしてくださる。この一年の歩みをあらゆる良いもので満たしてくださる。そのことを信じましょう。そのことを願いましょう。そして詩編23の1を心を込めてご一緒に告白しましょう。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。祈ります。私たちの主であり父である神様、私たちの羊飼いとしてイエス・キリストを使わしてくださったこと、イエス様が迷い滅びるばかりになっていた私たちをあなたの牧場に返してくださったことを感謝いたします。イエス様に従う道には山もあり谷もあります。しかし、良き牧者である主が共におられるとき、不安や恐れは賛美と感謝に変わります。この年も私たちは主により頼みます。私たちに主にあって満たされた信仰の歩みを与えてください。羊飼いである主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。Oh.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。